令和最強美女軍団ゼロイチファミリア。総勢30人以上の彼女たちはコスプレイヤー、アイドル、女優、マジシャン、多様な魅力を兼ね備え、 SNS の総フォロワー数は1300万人超え。ネットや雑誌で彼女たちの姿を見ない日はないほど目覚ましい活躍を見せている。しかしまだまだ全然足りない。めっちゃくちゃ売れたい。彼女たちはまだまだ売れたいし、まだまだ有名になりたい。そして何より褒められたい。これはそんなゼロイチファミリアのメンバーが一流スターを目指し成長していく姿を楽しむ番組。題してゼロイチファミリアは褒められたい。さあ始まりました、はい、ゼロイチファミリアは褒められたい、はい、1回目の放送です。はい、覚えてますか森田課長、前回の放送。そんなことより2回目あるんすね。前回終わるかなと思ってましたけど、一応あるんですね。始まっちゃえばね楽しいんですけど、や始まっちゃえばね、始まる前がこう憂鬱というか、疲れるから。やっぱり疲れる。前回終わりで俺マネージャーに連絡して、この仕事の前後仕事入れるのやめてくれって。だってまた今日もあの楽屋俺ここでしたから。また今日も私物、こんな MC の私物ここに置いてる感じある？ないってマジで。ちょっとねでも気になるんですけど、はい、3番目の花咲さんですよね。そうなんですよ。あれなんで、はい、出禁にしたよね確か。花咲さんとゆらゆらちゃんでしたっけ、出禁にしたのは。出禁の意味ちゃんと辞書で調べて。そして今回からさらにキャラの濃いメンバーも参戦。まずは彼氏に近づかせたくない女って言われちゃいます、令和の愛人真島直美です。いや俺、まあ、実は一回収録で一緒になったことあるんだ。そう、あの子多分倫理観がちょっと薄いというか、アキナの山名さんと MC 偽番組で、うん、一緒に MC で、で真島さんがアシスタントでやるって、で山名さんが真島ちゃんに本番中にキスをするっていうくだりを了承取りに行くみたいな感じで、そんなもん無理に決まってるやんか。で本番前の楽屋でその了承取りに行ったら2つ返事でいいですよって言われて、キスいけんの？なんか、うん、するつもりで行ったのに、うんうん、結局ドッキリだったから、うん、なんかその日ムラムラしちゃって。何それ。まあ一旦じゃあ俺とキスするか。マジで。待って。どうした？なん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 。どうしたのマジマちゃん。怖い。この服ほどけちゃう。何？ほどけちゃったから。エッチなんだよな本当に。冒頭から色気ムンムン。今夜は令和の愛人マジマ直美が大暴れします。そして。さらにお隣下月美和ちゃんです。はい。下月美和です。はい、お願いします。ギャルゲーマーです。ギャルゲーマーです。ゼロイチゲーム部っていうやつで一緒なんですけど、最近バラエティーにすごい前向きで、自分で自己紹介ギャグを作ってたりしてて。そうなんですか。なんかちょっと師匠からネタをもらってきてて。師匠から。師匠がいるんですよ。師匠は誰なの？渋谷の路上で4年間一発芸だけで生計を立ててるモンモンさんって方がいて。誰も言ってくれないから俺が言ってあげるけど、モンモンさんなんていない。知らないです。やだ、うん、いいですよ。じゃあこちらで、はい、いきます。私お芋が大好きなんですよ。おんおんおん、芋月めあです。おい、わかってよ。改めてこの番組は YouTube チャンネルゼロイチ TV と連動。そこでのメンバーの奮闘を森田に見てもらい、褒めたりダメ出しを頂戴するというもの。今夜の森田に褒められたい、最初のテーマは男心をつかめ。
男性たちのハートをいかに射止められるか、はいはい、キャッチできるか、はい、ということが重要なんじゃないかと思いまして、まず MC 心掴んでくれ頼むわ今のところ誰一人掴めてないマジでやる気だけはあんのか。ゼロイチメンバーが奮闘してきた YouTube、 寄せられたコメント欄から特に男性ファンが大興奮したシーンを発表。まずはゼロイチのギャル担当、下月メア。前回に放送した胸がどんどん大きくなるドッキリ、実はファンが注目したのは胸ではなかったのだ。胸関係ないけど足綺麗すぎだろ、メアさんあまりにも足が綺麗。それモンモンがコメントしてんじゃん男心をつかんだ下月の美脚がよくわかるシーンがこちら。最近一発ギャグをまた言ってんのワンツースリーホッ、エアちゃんパーティーです、エアちゃんパーティーです、パーティーパーティー、ちまたまさん見てやったんやりました。ちょっとカットでギャグはもうほぼ見んかったと言ってよ男性ファン興奮、コメント欄が盛り上がったシーン。続いては花咲レアタンナンバーワン、服装おかしすぎ、目のやり場に困ってしまう。誰やこんな甘やかしてるやつ、甘やかすな花咲を。それは目隠しツイスター企画でのこと。他のメンバーは動きやすい格好で集合したのだが、グラビア界の問題児花咲は一人だけとんでもない衣装で登場。そのシーンがこちら。マジかおい、あの格好で目隠ししてたやん。さすが問題児、なぜかパジャマ張りのセクシー衣装で登場。しかも家から、家から来た。そんな違和感満載の衣装で男心をつかんだレアタンは罰ゲームでも。絶対君のことが好きだったんだ、結婚してくださいキュン。確かこれ回るな。これコメント欄で男性ファンが盛り上がったシーン。続いてはここです。記念すべき YouTube 最初の動画で解説宣言をした桃月なしこのある発言。なしこの心の叫び、サイアンドコー、ネットでしか生きられない、わかるわ陰キャ感隠しきれないなしこし。そうね、聞かないから。陰キャが垣間見える桃月の心の叫びに男性ファンは大興奮。私のコンプレックスは私のコンプレックスはネット生きりがやめてくださいネットでしか生きられない、そんな私私でもみんなに愛されたい陰キャの女子が大声で絶叫、これはいかが。ネットから出てこないで欲しかった男性ファン大興奮、コメント欄を騒がせたシーン。続いてはあらこんにちは、彼氏に近づかせたくない女って言われちゃいます、令和の愛人真島直美です、よろしくお願いします。令和の愛人真島直美、男性ファンの心を躍らせたのが今日はラブホテルに行きたいと思います。ラブホテル、グラビア界の問題児花咲レアとラブホテルに行く企画で、真島さんのポーズがエッチだ、真島えぐい、スーパービューティフルガール、けしからんけしからんぞ、わしゃ許さんの、どういうこと。令和の愛人が男心をつかむワードを連発、そのシーンをまとめてどうぞ。まあ、趣味が AV を見ることなんです ね。最近はあのギャルシベ少女っていうギャルシベ少女を見てました。露出をすることがすごい好きなので飽き仕様の露出になってます。でもいいの見せてるから。最後はホテルの中に入り、彼氏と部屋を選ぶ女という即興劇に男性ファン即死。
酔っ払っちゃったね、うん、どれにする？どれにする？これでもいいよ。え、一番高いのでいいの？ありがとう。じゃあこれね。どうする？休憩と宿泊と紹介。宿泊？嬉しい。じゃあ朝までいっぱいいろんなことしようね。すごいね。やだ、死んじゃう。これはいいね。ということで見終わりましたが、森田さん、はい、気になる方いらっしゃいましたか？マジマ一択。マジマのみ。すごいね、あなた。そもそも露出をすることが大好きなので、いつもあんな格好して電車乗って、いつもあんな格好してホテル行ってあんなこと聞いて、あそこあんま聞かんのよ、あそこ。男ってあそこのパネル選んでる時一番スッとやりたいから。安い部屋を押してんの見られたくないのよ。それはさせないので。あ、いいですね、真島さん。私も褒められたいです。もうみんな取り上げられてたし。あと、雑魚どもは何やってたんやろ。何でしたっけ。メンバーからしたらどうなんですか、下月さんのギャグは。いや、やめた方がいいんじゃないですか。こんなに言われるんやったらやめた方がいいんじゃない。あなた、ありがとう、言ってくれて。男心掴んでんのかな。どういうファンがいるの。いや、掴んでるのかなって思うじゃないですか、うんうん、なので今回森田さんの心を掴めるかどうかっていう企画を持ってきました、はい、男性ファンの多いゼロイチファミリア、男心を把握することは成功の絶対条件ということで、森田課長を相手に今日の収録のお礼というテーマで LINE を送信。森田課長にはこの LINE が来たらご飯に誘いたくなると思ったベスト3を発表してもらいます。思い思いに皆さん LINE をちょっと作成して送っていただけたらと思います。はい、私もやります。男、はいはい、心をつかむ、LINE ね、はいはいはい、メンバーは普段どんな感じで LINE を送っているのか、そのあたりも注目です。送ります。送れ送れ。ちょっとにやけちゃってんじゃない。へー。なんだなんだ。オッケーオッケー。で、今読みました。全部読みました。それでは行きましょう。思わずご飯に誘いたくなる、男心をつかんだ今日の収録のお礼ライン第3位は、はい、森田さん、今日も収録お疲れ様でした。森田さんがいてくれたおかげで安心して楽しく収録ができました。いろいろ相談したいことがあるので、空いてる日によければ一緒にご飯とか行きたいです、が3位ですね。おー、うん、いや、なんかストレートシンプルなんですけど、なんか結局やっぱご飯なんてこっちから誘いづらいわけ。確かに。だから言ってくれる方が実はいいのよ、こっちは。あ、もうこのままご飯に行く意思があるんだなって思うから、これはあの誘いやすいなっていうので、ご飯に行きたい、ストレートな表現が森田の男心を揺さぶった第3位の LINE。 これを送ったのは林さんですね。なんか聞いてみてなんか恥ずかしくて、熱くなったみたいな。なんかね、そう、あ、あ、そうなみたいな、なんかギャップもちょっとあったかな。嬉しい。あの収録ってそんなにね、こうがっつり絡むわけじゃないか。あ、ご飯行きたいのみたいな。みたいな。ちなみに、ゆめちゃんはどういう気持ちでこの文章にしたんですか？そうですね、ポイントとしては、私ご飯行きたいなって思ったら、誘ってほしいなってよりは、もう自分から言っちゃうタイプなので、もうそこはもうストレートに言っちゃおうと思って、はい、誘ってみました。いいね、これやっぱね、これね、やっぱ芸人っていうのはその誘えるやつと誘えないやつがいるの、やっぱり。で、誘えるやつっていうのはもうどうなってもいいと、別に。だからこれをスクショしてマネージャーに送られてもいいっていうやつなのよ、やっぱり。で、誘えないやつっていうのはこういうの来たら誘えるっていう、そっちの代わりか。そう、俺そっち側やから誘えない。続いて、森田の男心を掴んだ今日の収録のお礼ライン第2位の発表もお願いしたっていいですか。森田さん、収録おつゆら様でした。
今日も森田さんの笑顔可愛くてずっと見ていて癒されました。猫好きと情報を得たので今度お会いしたら一緒にお話ししたいです。ありがとうございました。大好きです、ゆらゆらハート。もうすぐわかる。これね、これで誰かわかんないんですけど。いいかな。待って、だから不満がすごく漂ってますけど、ちなみに理由をお聞きしてもいいですか。やっぱ、ね、男ってね、その笑顔可愛いとか言われたいのよね。違うわ。やっぱりね、あ、かっこいいとかより可愛いとかの方が言われたいよね、男っていうのは。え、だってどう思って書いたのこれ。でも私初めて、うん、あの大人の男性の方になんかこういう LINE を送ったんで、うん、どうしていいか分かんなくて、うん、なんか大好きなパパとかに多分年齢近いかもしれないから。パパ何歳なんですか。39歳。パパより俺年上かい。割とストレートに気持ちを伝える内容が森田の男心を揺さぶる傾向に。ではいよいよ1位の前に、男心を全然つかめなかった最下位のラインを発表。じゃあいきますね、最下位、はい、森田哲也さん、今日の収録お疲れ様でした。2回目お会いできて本当に心から嬉しいです。前回半年出なくていいって言われた時は哲也さんのツンデレがすごいなって思いました。だから今日はあえて余計に嬉しかったです。実は収録中哲也さんのことが気になっててずっと見てました。哲也さんがデビューした時からずっと好きで見てきたから嬉しいんです。哲也さんのお顔もさらば青春の怒りのネタも全部大好きです。よかったらてっちゃんと二人でご飯でも行きたいな。お返事待ってます。てっちゃん花咲レアに決まってるじゃないですか。そうなんですよ。てつやさんって何。だって誰しそのさ、のび太さんみたいにさ、静香ちゃんみたいな感じで来るけどさ、そのあかんで、その MC の人の下の名前で生まれたら哲也さん哲也さんで最後さ、最後 MC のことを哲ちゃんって言うの。いや本当にもう好きすぎて、はい、今日のこのご飯経てここに行こうとしてるやつやから。ああ違うのよ、はい、これはちょっとやりすぎて嘘やし、これは。いや森田さんだったらこれで引っかかるかなって思った。引っかかるか言うな。引っかかるかお前。ひどい、引っかかるかお前。ほんまに。じゃあ、はい、1位はもう決まってますか。1位決まりました。1位はね、やっぱり必殺のなんか一言っていう感じが。森田の男心をわしづかみ。1位のラインに盛り込まれた必殺ワードとは。森田さん、今日はありがとうございました。お久しぶりにお会いできて、しかも覚えてていただけてすごく嬉しかったです。ですか。この LINE が来たらご飯に誘いたくなる森田の男心をつかんだ1位は、森田さん、今日はありがとうございました。お久しぶりにお会いできて、しかも覚えてていただけてすごく嬉しかったです。今日はもう帰っちゃうんですかっていうのが1位だ。1位の方のお名前を発表していただいていいですか。もう大体誰か分かってますけどね。はい、これはもう令和の愛人真島直美でございますね。これはひどいよ。今日はもう帰っちゃうんですかはね、なかなか言えないですよ。これこんなもん、たとえタクシー乗っててもグーン言えたんですよ。この仕事のために、うん、あの開けてるって言ってたじゃないですか。はいはいはい、冒頭でね。なんか一緒にサウナどうですかとか考えたんですけど、いやストレートに、うん、今日はもう帰っちゃうんですかって聞いて、うん、どんな顔するのか見たいなと思って。今日の収録はここまで。収録全体を通して今回も YouTube の副題を森田が決定します。ゼロイチ TV でそっから復活。そうです。ゼロイチ TV、今日
今日はもう帰っちゃうんですか。ちょっと、はい、なんか俺今日はもう帰っちゃうんですか TV でもいい。そっちの方が回るよ。なくなっちゃうから。そっちの方が回るよ本当に。うんうん、これ一番男が言われたいセリフ。真意を聞いてるよ。副題に選ばれた気持ちは。森田さん本当に今日帰っちゃう。一応俺が帰る道順だけ教えとくわ。追いかけてきてくれ。追いかけてきて。ということで副題変更。次回の放送までゼロイチ TV 今日はもう帰っちゃうんですかに決定。そして今回の収録全体を通して森田が一番褒めたい人とあかんかった人を発表。当然森田が一番褒めたい人に選んだのは真島直美。全ての点において文句なしの一番褒められ女子に決定。それでは最下位の一番褒めるところがなかった子の発表をお願いします。はい、はい、今日一番褒めるところがなかったのは、でございます。選ばれたらきつい宿題。森田に一番褒められないあかんかった人は、今日一番褒めるところがなかったのは、花咲レアゆらゆらでございます。はい、2人です。今回は理由聞かせてもらっていいですか。分かるやろ。冒頭や冒頭。お前らのせいでめちゃめちゃ押してんねん。あのオンエアこれ見てる人どこまでこれ使われてるか分かんないですけど、本当にこの2人の、ね、あのせいでぐっちゃぐちゃなったんすよ。多分そこはカットでしょうけども、丸々カットになったが、収録冒頭30分、花咲とゆらゆらが自らのアピールに必死で全く番組が進まないという事態が発生。収録翌週に回しませんか。前回裏回しを褒められた青山でさえ止められずめちゃくちゃ。その模様は12月9日 YouTube で公開します。デシャバルだけがテレビじゃないのよ正直。いや違う違う、わかる。もう盛り上げてる、盛り上げてるよね。もう、うん、もうちゃんと考えてたり、うん、偉い人と話したことしようとしたのに、うん、レアタンが全部ぶっちゃちゃちょっと待って。はい、わかりました。だからその、まあ、2人やっぱちょっと仲悪いっていうことで、宿題お宿題ロケを、はい、課題ですね、はい、はい、はね、じゃあ、青山さんと、花咲と、ゆらゆらちゃん3人で。一番あかんかった人に選ばれた花咲レアとゆらゆらに森田から宿題を発表。青山さんと、花咲と、ゆらゆらちゃん3人でちょっとあの普通のなロケ行って、あのもう情報番組、あなたあなたいくらちゃんとまともに教えてあげてほしいのよ。そのちゃんとそんなデシャバルだけがテレビじゃないよっていうこと、そうバラエティの先輩として悪魔にしか見えんのよ。あなたが否定できなかったっていうあなたの責任もあるかもしれない。花咲ゆらを止められなかった青山も連帯責任。3人で普通のロケに挑戦決定です。ということで今日もあっという間の一日が終わってしまいましたが、はいはいはい、森田さんいかがでしたか。ちょっとまずレッドブルをダースで買ってきてください。カフェインカフェイン。もうそれぐらいやっぱ疲れましたね。はい、でこの後もなあるからな。反省会します。この番組は TVer 動画イズムで配信、 YouTube でも公開するので要チェック。